このチャンネルは J3 バンラーレ八戸のホームタウンの観光地、飲食店などの動画を皆さんにお伝えしているチャンネルです。最後までご覧ください。そして応援の気持ちでぜひチャンネル登録もお願いします。こんにちは、バンラーレンタカーのカレンです。本日は青森県奥入瀬町にあります日和カフェさんに行ってきたいと思います。ちなみに今乗っている車は A180 になります。こちらの車はコンパクトで小回りが利くので皆さん運転しやすい車になっております。それでは雪がすごい吹雪いてて大変なのですが行ってきます。はい、日和カフェに着いたので中に入っていきます。私はこちらのベジキーマカレーを注文しました。あとインスタでこのキャラメルラテも人気だと書いてたのでこちらの温かいのも頼みました。それでは待っていきたいと思います。それでは届いたのでいただいていきます。いただきます。ひき肉いただきます。結構肉がでっかいです、ひき肉の、すごい。なんだっけ、ごぼうと大豆とひき肉のキーマカレーらしいのですごいヘルシーで女性の方もおすすめです。見てください、ご飯がもち麦が入ってるそうです。食感が楽しいです。見た目はパサパサっぽい感じの見た目なんですけど、お肉も結構大きくてしっとりしてて、で大豆もごぼうも食感がちゃんと残ってるし、なんかみずみずしくて全部が食感が楽しくて面白い食感で美味しいです。スープもついてきたのでいただきます。美味しい、すごい優しい味がする。なんだろう、コンソメベースで野菜がすごいいっぱい入ってるんですよ。なので野菜の出汁とかも出ててすごい美味しいです。うまっ、女性が好きな味です。具沢山ですごい美味しいです。ゆで卵いただきます。ゆで卵大好き。私辛いのが苦手なんですけど、このベジキーマカレーは全然辛くないので辛いの苦手な方でも美味しくいただけます。あ、パプリカだ。ピクルスもついてきました。美味しい、めっちゃ好きな味。何味っていうんだろう、ピクルスの味。酢
ぱくて、でも酸っぱすぎなくて、野菜の味もちゃんとするので、すごい美味しいです。こんにちは。これなんだろう、きゅうり。うん、美味しい。このピクルスはここでつけて自家製だそうです。美味しい。こちらがインスタで人気と書いてあったキャラメルラテのあったかいのです。いただきます。うん、美味しい。美味しい。甘いです。甘いけど甘すぎなくて美味しいです。あ、これ私結構好きな味です。ごちそうさまでした。完食しました。本日はこっちのベジキーマカレーを頼んだんですけど、こっちの日和プレートもインスタ映えするおしゃれな見た目だし、月に1回メニューが変わるそうなので、いろんな何回来てもいろんな種類が楽しめるので、よかったら皆さんも気になる子を食べてみてください。今日食べたベジキーマカレーはヘルシーで、でも食べ応えもあるので、男性も女性も満足できると思います。皆さんもぜひ来てみてください。本日も動画を見ていただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は、お見逃しのないようチャンネル登録お願いします。他にも皆さんにおすすめしたいおしゃれなカフェの動画がたくさん上がっておりますので、またそちらの動画でお会いしましょう。